セバスティアン・レリオワットは、チリの映画監督、脚本家、映画プロデューサー、編集技師。アルゼンチンの面倒さで生まれ、2歳の時に母親と共にチリのビニャ・デルマールに移る。レリオは、自身の幼少期を遊牧民と表現しており、21歳までにチリのいろんな都市を移り渡っていた。アメリカと母方の家族の出身地のビニャ・デルマールにも住んだことがある。 同じ年に2、3年以上過ごしたことがなかったと説明した。出生時の生がレリオである。彼は後に養父と同じ漢方に変更したが、1本目の映画を公開した後にジップと同じレリオに戻した。アンドレスベイリョ国立大学でジャーナリズムを1年、学んだ後、チリ映画学校を卒業する。彼は多くの短編映画やミュージックビデオを監督した。二千三年、彼は、 アメリカ同時多発テロ事件の未編集資料を元にしたドキュメンタリーセロをカルロス・フエンテスと共同で監督し公開する。また様々な社会経済的背景からチリの家庭の日常を追ったドキュメンタリー番組ミムンド・プリバードを2シーズンにわたって監督しアルツァ・アーズ・ワー賞やエミー賞にノミネートされた。2005年長編映画監督デビュー作。 ラサグラーダ・ファミリアがサンセバスティアン国際映画祭で上演される。撮影3日間、編集に1年以上をかけた。この映画は100以上の映画祭で上映され、国内外の多くの賞を獲得した。2009年に、長編監督2作目、ナビラがカンヌ国際映画祭で上映される。2011年には、監督第3作、デストロイ8.8が、 ロカルの国際映画祭で初演される。この作品では2010年の地理地震後に脱獄した囚人が描かれる。2012年に長編4作目、グロリアの青春がサンセバスティアン国際映画祭でプログレス賞を獲得する。同作は2013年のベルリン国際映画祭コンペティション部門で初演され、主演のパウリナガ・ガルシアが女優賞を獲得する。2017年には、 長編監督第5作、ナチュラルウーマンが公開され、第90回アカデミー賞で、地理代表作としては初めて外国語映画賞を獲得する。ありがとうございます。